法人税法を担当しています、レック専任講師の小池康雄です。合格を発表を踏まえた上で今後の対策という形でお話の方をさせていただきます。まずですね、一番重要な点は何かっていう形なんですけれども、国税庁のホームページの方でちょっと確認していきたいんですけれども、国税庁のホームページの出題のポイントと言われてる場所なんですけれども、ちょっと読んでいきますね。第問1は、法人税法の基本的かつ重要な制度の一つである申告制度について、帳簿書類の記録保存を求めている制度の意義、適用要件を正しく理解しているかどうかを問うものであると。で、まずここの国税庁のこの出題のポイントって、実はそんなに長い文章じゃないエッセンスを込められて、最低限のことを提示してくれてることなんですけれども、何度も、4回ですかね、使ってる言葉があります。その言葉は何かっていうと、理解っていう言葉なんです。物事を成し遂げる上で、要は法人税っていうものをやはり理解していこう、理解していこう。で、理解していくっていうもののために何が必要かって言った時に、当然ちゃんと正確に読み取れる力、要は知識を司るお仕事なので、やっぱそこについてしっかりとした理解がある得るためには、まずこの情報のインプットがすごく正確じゃないといけないって言った時に、やっぱ一つの特徴として、具体化できる思考ですね。これ簡単に言ったらどういうことなんだろう、これ簡単に言ったらどういうことなんだろう。で、これが逆にどん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 難しく考えてしまう、あ、だったらもういや暗記してしまえということを求めてるんではなくて、理解する上でやっぱり読み取る力、しかも論理的にその文が成り立ってるかどうかっていうことを、読み取れる力というものをやっぱりつけていってもらいたい。で、テキストをやる上で、この読み取る力がちゃんとできているかどうか、これを多分一生懸命伝えていくことに専念していかなきゃいけないなって強く最近は感じてるんです。なので、この部分読み取れてますか、この部分ちゃんと読み取れてますか。あと、やはり本試験っていうものをより多く紹介することによって、これは税理士の資質試験っていうことが前提になってるんですけれども、自分はたまたま税理士の実務っていうものも真面目に取り組んでいます。で、周りにもやっぱしっかりした税理士さんが揃っていて、例えば本試験の問題とかでやっぱり何度も出会うことがあるって言ったら、例えば一生懸命調べた、で、一生懸命考えた、で、一つ大きな結論を出した、そういうものが普通に出てくる。で、その普通のに出てくることで何を問いたいかって言った時に、やはり法人税を使って正しい、今度は読み取ったものについて正確なアウトプットができるか、このアウトプットができるのを当然判断をして、理解をしたものをちゃんと分かりやすく人に伝えられるかっていうことの能力なんですよ。で、もうまず読み取る力で、それをちゃんと理解する。で、その理解を正確に相手に伝える能力っていうものが要求されているんだっていうことをもう一回認識してほしいんですよ。で、当然試験後に回答を出しました。で、その回答を見て、間違いなく多分言えると思うのは、そんなに常識外な問題は例えばなかったとは思うんですね。で、そうは言っても、限られた時間の中でアウトプットできなかったっていうのは、やはり読み取る力がまだ欠けてる部分があった。だったらそこを重点的に補っていけば、で、それをやっぱ補ってくれるように、例えば教材を読む、もしくは過去問を分析する、それをお手伝いすることしかできないですけど、そこは一生懸命やります。で、そこは当然一生懸命やって、で、その力自体が
当然試験にも必要な力でもあるし、税理士になってから必要な知識力でもあるということが分かってるんで、で例えば周りに、例えば今までたくさんの受講生とも接してきた経験もあります。で周りにもたくさんの、一緒の税理士がいます。で例えば本試験に出たような、まあ、本試験実際出題された内容を例えば周りにいる税理士に言えば、当然その税理士さんたちはまあ時間はかかるかもしれませんけど適正な回答に持っていけますよと。で、実務経験が乏しい例えば受講生とかにただ投げかけると、例えばその答えが返ってこないっていうのをすごく感じるんです。となってきたならば、要は過去問を通じて、あとテキストを通じてより正しい回答へ導く思考ができることをやっぱ皆さんに鍛えてってもらえなきゃいけないし、そこにこそ、それが身につけられれば多分試験終わった後でも、税理士としてやっていく、でその楽しさ、そういうものを感じてくれる資質がある人をやっぱり試験の合格を出したいという形の判断が流れてる気がするんですね。で問題自体は、もう最高峰のある意味問題なんで、パターンとかではなく本当に理解が問えるかっていうことを真剣に悩んで作った問題だって、それをどう見るかっていうことを捉えた問題だというふうにはすごく感じます。採点はどうしてるのかは大体おぼろげに分かりますけど、一個丸一個丸ではなくて、やっぱ全体像から感じられるこの人の理解力、そういうものをやはり合否の基準としてやっぱり使ってると思うんですね。なのでまずは本当に読める力、それを正確に書ける力で、これができるようになってきたら、おのずと身についてくるものの一つが税務に対する興味なんですよね。でやっぱりお仕事として選ぶ以上、やっぱそれに対して興味も確実に持ってほしいんですよ。それ何だって構わないんです。あと、あ、新聞寄って例えば今だったら対抗があったで、対抗っていうのは、あ、世の中の流れをすごく反映させている、で世の中の反映させているものに法人税ってこんなに頑張って、とにかく世の中を税金を通してでも良くしていこう、あと取れる形で国をやっぱり維持していくためにどうやったらきっちりと取れるのか、で何を頑張っている人たちに税制の恩恵を与えればいいのかということをやっぱ真剣に取り組んで作られているのが税法だっていうのが、やっぱり何らかの形で感じ取れるぐらい税法に対しての興味ですね。それは新聞からでも構わない。あとは今対抗っていうものを例えばざっと読むわけじゃなくて、あ、なるほど、こういう意図でこういう形で法律って動いていくんだ、でやはり今後の税理士像っていうものも踏まえてやはり問題を作っていくっていうことがすごく感じますよね。で今回例えば青色申告制度っていうものが出てきましたけども、青色申告制度の結構例えば代表的な優遇規定、欠損金の繰越控除っていうのがあるんですけれども、優遇規定って言い方はしなかった。当然本当は赤字が出たならば、赤字っていうものはずっと繰り越せないと、赤字を作った時の借金、これを返済できないんですよ。簡単に言うと1000万借金したから1000万赤字が生まれました。次の年1000万利益が生まれました。で1000万に税金がかけられてしまったら、前期に借りた1000万円の借金を返せないわけですよ。1000万円と1000万円赤字と黒字がぶつかってチャラになって、そしたら生み出された1000万円の預金から借金を返せるってわけなんですよね。ってことは青色申告が取り消されたら会社自体が立ち行かなくなる。だから青色申告欠損金の繰り越しを含めて権利ってわけじゃないですけど、その法人がそれをちゃんと権利を主張するために持ってなきゃいけない帳簿書類っていうものはどういうものか、でそれをどう保管してなきゃいけないのか、しかも何年保管してなきゃいけないのかっていうのは、やはり税理士やっていく上で、例えば関与先に指導していく上で、これはちゃんと残しなさい、帳簿とはこういうものです、書類とはこういうものです、複式簿記とはこういうものです、でそれをやるための承認申請書に書くべきものはこれです、でそれを整えていくっていう形ですごく重要な制度という位置づけなんですね。で青色申告が逆に取り消された時に、過去に遡って取り消されたってなったならば、借
要はそれで赤字ができた時に、要はそれで借金等を返してた、それが全部過去に登って遡って取り消されたら、その借金返済に回した分のものが全て今降りかかってきて、それに税負担をするとなったら会社がこけてしまうような状況になるわけですよ。そこをやっぱりしっかりサポートできるか。で、今後どん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 自動化 AI が進んでいく形で、今の帳簿書類というものをどうやって維持していけばいいのかということ、大きな流れの転換期を来たっていう形のものなんで、それが出題されたっていう形のものが1台で書いてあるんですけど、例えば理論集丸暗記っていうことをもう求めてはいない、理解をしてくれと。じゃあ理解するために、例えば理論集を見るときに、例えば条文と当たるで、あとは実際その条文と当たりながら、法人税法、法人税法施行令、法人税法施行規則、通達、それをぐるぐる回りながら何度も読むうちでしっかり理解してくださいよと。で、その理解の中で、でも暗記してほしい部分は絞り込んだ、異議と適用要件だと。法律で重要なのは異議と適用要件、それをやっぱ前回今回という形ですごく重視されているとは思います。前々回は例えば益金の額の異議について書きなさいって言って、実際その異議っていうことについて本当に捉えた回答が上がったとは国税庁とは思わなかった。なのでやっぱ前回については異議、適用要件、法律っていうものをもっと根幹と見直す上ですごく重要な部分についてやっぱスポットライト当ててきたっていう形で、でここ昨今の、ここ昨今の本試験見ていくと、理論集の暗記云々よりも異議適用要件について、いや法律には適用要件がある、あと物事について異議っていうものをすごく重視して、やっぱそこを理解しているかどうか、あと今後の税理士像っていうものもすごくかなり意識はしていると思いますね。税理士は海外に出ればその資格が国内のものなんですけれども、当然海外とのやり取りでその税理士が活躍しなきゃいけない部分が出てくる。例えば外国税額控除、外国子会社の益金不参入で、例えばタックスセーバー大きな改正にはなりますけれども、海外に進出していく中でその子会社とのやり取りについて所得合算をする必要があるのかないのか、で所得合算の必要がないとしても適用除外の明細を作んなきゃいけないっていう形で、どん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 海外の方のことも意識していかなきゃいけない状況にはなってきてるんだと。でその中で例えば海外に子会社作ってしまったんだけど、あ適用除外の明細作んなきゃいけないね、あ子会社作れたんだと、だそこで利益プールして、例えば配当していただければ基金参入制度があるよ、もしくは源泉徴収取られた外国税額控除があるよと、あと支店 PE を例えば内国法人作った、外国法人作ったっていう形で知ってなきゃいけない論点っていくつもある。これは税の興味がに対してなければ、で今後例えば自分たちが付加価値の高いどういう仕事をしていくのかっていうことを踏まえた上で学習もしてほしいんですね。ちょっと言い方悪いですけど、ここやればお金が儲かる、ここやれば単価が高い仕事だっていうこともやはり意識しながら見ていってほしいんです。あと知識を吸収する上で拒絶するような思考を早く外してほしいんですよ。例えば改正が入ってきた、改正が辛い、これは誰もみんなが辛いけど、改正が入ってきた時こそすごいチャンスなんだっていうようになってきた思考を持ち始めた時に、前向きなですね、あこの人税理士になってもいいんだ、こういう人になってもらいたいんだ、あ資質クリア、完璧な税理士としての能力じゃないですよ、その資質が示せた時に合格という2文字が入ってくると思います。でまずはともあれ理解ということに中心になって、問題をちょっと見ていただきたいところですね。統一は法人税法の基本的かつ重要な制度の一つであるあおり申告制度について帳簿書類の記録保存を求めている、要は帳簿書類の記録保存、なぜこういうものを求めているのかっていう、この制度の意義、適用要件を正しく理解しているか等々。また問いには、取引のグローバル化に伴い多くの法人が国際取引を行う現状を踏まえ、国際課税の諸制度、
過去書き、丸1外国子会社配当等益金負担入制度、外国、丸2外国税控除制度、丸3外国会社合算制度の内容が正しく理解できているかを問うものであると。暗記っていうふうには書いてないんですよ。理解をする、理解していくんだ、前に進むために理解をしていくってことを踏まえてほしい。で、なかなかご自身でやるの難しいんで、そこは全力でサポートします。ここ理解できてますか、ここちゃんと読み取れてますか、ここについてこういう意図で出されてるんですよっていうことで、もう一定の一定のっていうふうに理論してみて気になるようにまずはならないとダメですからね。一定ので言葉で安心できちゃう段階で理解っていうするものの思考にまだ追いついてない。一定のっていうのは最後まとめる上で書くっていうふうになってほしいんですよ。でもまあ今の試験では使わない方がいいかもしれない。次、第2問見ていきますね。本門は建設業を営む法人が法人税の申告、次です、実務。実務っていうのは要は知識っていうのは活用してこそ意味がある。要は使える知識になってるか、さっきも言いましたけど、やっぱ理解していく上で大事なものは具体化と、読み取る上の具体化、論理的思考で、それをちゃんとアウトプットできる、本当に人に伝えていく能力、それがやはり実務になるわけですよ。で、に際して必要となる基本的な事項を問うものである。ここ重視してほしいんです。基本的なものしか本当に出してないと思います。例えば長期大規模工事が強制されるんであるならば、で会計が引き渡し基準、申告基準を使ってないんだったら、当然別表で調整していかなきゃいけないものがあったときにどう調整していくのか、あとはその調整していく中で、要は貸し倒れ引き当て金としてどういうものが債権になっていくのか、要は当然長期大規模工事をやっていく上では、大きな大規模工事をやっていく上では前受け金をもらわないと当然できないということで、進行基準で、まあ、いわゆる売掛金、未収入金を立て、完成工事未収入金を立てたとしても、完成工事受け入れと相殺した形で債権の設定対象をしていくのとか、やっぱり引き当て金について何が債権対象になるのかということも聞いてきました。で、次、必要になる基本的事項を問うものである。回答には単に税務調整すべき金額を算出するのではなく、その理由を正しく理解しているかを求めることとした。で、要は正しく理解しているかを貸し倒れ引き当て金では明細の判断で聞いてきてはいる。あとは第4問4については理由をちゃんと書くことで求めた。要は計算過程に入れることで理解を問う部分と、ちゃんと書かなきゃいけないことってことは、ちゃんと書かなきゃいけないって問いを見落とさない、やっぱり読み取る力ですよね。なので、レックの回答では問い4の方にちゃんとやはり一つずつ理由を入れたつもりです。で、その理由も確認して、例えば本番今の試験であればその指示に従えればかなり有利な点数ところに行けるんだ。要はやり取りですからね。こう、要は申告を作る上でこういう知識を身につけてください、税理士さんこうなってください、その情報をちゃんと吸収してそれに、きっちりまずは応用することができるかということも資質として見られてると思うんで、やはり書いただけでかなり違うと思うんですね。それがここに現れてるわけですよ。その理由を正しく理解しているか求めることとした。特に上級タイプの企業にかかる収益費用の帰属事業年度、要は引き渡し金の申告基準を作っていくよ、および貸し倒れ引き当て設定対し金銭債権の正確な理解、要はそうなった中で、要は家庭と売掛金、前掛金出てくるよ、繰り返しになりますけどね。次、減価償却資産の特別償却にかかる計算処理および別表への正確な記載と、例えば特別償却を使う資産についてはグルーピングをしないでくれって実は明細には書かれているという形なんで、減価償却の明細についてもやはりしっかり見直してもらえてはほしい。で、続いて建設業のに品質する事象についてっていう形なんで、やはり例えば前払い費用にしなきゃいけないものに関して、例えば1年分の分を払った、それについてどう捉えていくか、当然租税回避になるようなものであったらアウトだし、収益と個別対応になる建設業としての考え方も必要だし、あとは商用の未払いに関して
本来であったら辞めた人に出すわけがない、本当の正しい読み方ができてるかどうか、要は実務的に、節税策として使っちゃいけないものなんかも明確にやはり書いてあったりするわけですね。だからもう本当に卓上の論理ではなく、しっかり実務を踏まえたこと、あと理解って言葉何回か使われてるんで、またそこを踏まえて読んでいきますね。本文は件数規定は法人が法人の申告実務を行う際して必要となる基本的な事項を問うものである。とんでもない難問を出しているとは思いませんでした。回答には単に税務調整すべき金額を算出するだけではなく、計算屋じゃないよ、その理由を正しく理解しているかを求めることとした。理由ですね、理解ですね、理由を正しく理解です。特に長期大規模工事の請負にかかる収益及び費用の帰属事業年度及び貸し借り必要的に対象になる金銭詐欺の正確な理解、減価償却資産特別処分にかかる計算処理及び別表の正確な記載、その他建設的に品する事業の正しい知識を問うものとしていると。で、まあ、ある程度交際費をベースにしてた部分もありました。で、交際費っていうものを、要は普通の単純損金になるものとの識別を使っているっていう形で、交際庁の措置法通達というものをしっかり出して、それを出すことによって損金の中でも費用化が制限されるものか否か、それについて交際費をテーマにやはり作ってきた問題にはなってました。で、やはり今出題のポイント見ましたけれども、理解という言葉をキーワードに、あとはその理解をするために適正に読めるか、でその理解を伝えられるかってことをやっていくことを日頃の中で取り組んでいただければ、より大きな結果がにつながっていくし、今後の人生にも変わっていくし、で税理士の実務をやっていく素質を作ることができる上で、ぜひ理解というものをキーワードに、当然私たちもそれをより高度にできるように、講義の中でアウトプットするように努めていきますので、残り半年間興味を持って、単なる学習ではなくて大事な知識を吸収していくんだってつもりで前に進んでいっていただきたいと思います。公開を終えた今後の対策という形で法人税についてお話しさせていただきました。レクセン人講師の小池康夫でした。